愛人になれと言われてるんですね、えー。40代女性、YouTube で無料で見てる方です。売り坊さんですね、えー。岡田先生、こんにちは。いつも楽しく拝聴してます。はいはい、ありがとう。もう40代になってくると落ち着いてくるよね。女性、もうしっとりしたタイプだよ。いつも楽しく拝聴していますね。すげえな。私はアラフィフ。あ、40代と言っても後半ですね。はい、未婚の母です。おー、はいはいはい。 今年になって、かつての同級生から、まあつまり男性いうことだね。食事に誘われました。ランチに応じると帰りがけに、その彼氏の年、年収証明を見せて、はあはあはあ、年収の証明を見せて、お金は結構あるし、力になれることもあると言いました。額面は6000万ほどでした。ああ、つまり月収500万ってことだね。月,あの月収500万が年収6000万の証明書を見せられたわけだ。それ、すごいよね。あの、かつての同級生をランチに誘う その時に、あれあの、あらかじめ取らなきゃダメなんだよ。コンビニかなんかで、いわゆる納税証明か、もしくは収入証明かわかんないけど、あらかじめ取らなきゃダメだけど、それを準備で言ってたのか、もしくはその紙がもう折れ曲がってたら、散々折れ曲がりくがついてたら、キャマクラでいろんな姉ちゃんに見せてるってことなんだけどもさ、まあもし折れ目がついてない A4 の一枚紙で見せてきたんだったら、あなたに見せるために取ったんでしょう。で、その後別日には通帳を見せられました。 ほう。はいはいはい。えー、残高は2冊で9000万ほど。自分の、で、えー、自分の強みは収入で、強みは何でも見せようと思った。と言ってました。まあ、はっきりくどいてきてますね。好意が持てる。あの、その男性にね。うん、わかるわかる。もともと ASD っぽく変わった子で、顔は好みでないけども、強引なこともしないし、好印象を持ってくれています。少ししつこいけど。<laughs> え、相手は既婚なので、相手は既婚なのかよ。<laughs> 面倒なことに巻き込まれたくないというと、夫婦関係は破綻しているし、 弁護士がいるから大丈夫と言われました。今は話し相手に肉体関係はありません。力になってほしいという気持ちはあるけど、私は深入りせずに距離を置いた方がいいのでしょうか。うーん、ふーん、ふーん。ふーんまあまあ、相談文これなんだよ。で、相談文これで、要するにってことで、愛人になれと言われてるというふうにまとめたのは僕なんだよね。だからこれは、あの、愛人になれと言われてるっていうふうに、この本文内には書いてないけど、まあ、僕に言わせりゃ、まあ、まとめりゃそういうことでしょうっていうことですよね。はいはいはい。 で、今コメントで、あの、離婚してから話持ってこいよっていうのがあったんですけども、うーん、どうでしょうね。年収6000万で、えー、っと、離婚を今からするのは大変めんどくさいだろうね。で、 お、あのー、おまけにこの売り坊さんっていうですね。女性の方、自身はその男性のことを別に好きじゃないと思うので、この文面からしたらそこまで無理して離婚してボロボロになった状態にまで相手を追い込んでも意味がないと思うんだよね。なんかうん、ふんふんなので、現状そのままでどういう風に助言しようかな。まずね。僕のね。正直なアドバイスで言うと、あのー、まず後腐れない。お金を100万ぐらいポンってもらうんだ。まあ,あのもう。 本当にあの雑用税の範囲でならなならいような年間90万ってやつだよねその90万ぐらいはポンともらってそれはもう弁護士を雇わない、ね、弁護士がいるから大丈夫っていうのはそれは男の方の弁護士でしょそうじゃなくて後腐れなくあもらった90万円であの自分も弁護士雇うのでえー、でなんだろう契約書を作ってもらうんだよ自分の側の弁護士どんな契約書かっていうと以後どんなこの 2, 2人の間でトラブルがあっても2人の間にというかその2人の間で例えば奥さんなり他の 誰かなりから訴訟されるなり、なんかするなりというトラブルがあっても、法的な責任は全部男の方にありますとで、どんな問題が起きても賠償金は男の方が支払います。っていうような契約書を書いてまあ、それは弁護士に聞きゃいいよ。で、そのでその男のハンコをもらうとそういう風にしときゃ。別にあのこっから先あなたが売り坊さんがですね、えー、そいつからお金をもらって、それを奥さんが知って。 でトラブルになっても大丈夫だと思うよあの、夫婦関係は破綻してるから大丈夫。これは別に大丈夫でも何でもないよね。まず、破綻しようがしてま、あの、してなかろうが、あの、夫婦関係が破綻してるんだったら、よりえぐく、相手の奥さんは、なんか、なんかトラブルがあった時というか、不倫関係だと思った瞬間にあなたを訴訟してくるだろうから、全然大丈夫じゃないし、あと、弁護士がいるから大丈夫っていうのも、その男についてる弁護士だから、あなたはノーガードのままなんですよ。なので、そこら辺だけ気をつければいいんじゃん ないでしょうかねいいんじゃないでしょうかね,いいうかねっていうのはだからまあ安心して不倫をやりなさいよというわけじゃないんだけどもあの力になってほしいっていうのは本音なんでしょうだからあの毎月いくらかお金をもらえるような関係になればいいんじゃないですかね。でそこに肉体関係が伴わなければちゃんとなんか請求書と領収書が出せるような関係であれば問題ないと思うのでえー、いいんじゃないですかあのそに最終的にはそれはれ、えー、肉体関係はない とダメなのかというのはよくわかんないけどもうん、かつての同級生でアラフィフ40代後半で子持ちの女の人にそこまで言う男っていうのは割とあの運がいい物件だと思うのでちょっとそこはあの目配せしてもいいんじゃないかと思いますが気になるのはうん、6000万の年収だよね6000万の年収の証明があって 通帳残高が2冊で9000万ほどっていうことは、うん、1年弱、年半に満たないぐらいの貯金しかないっていうことなんだよ。つまり、えー、一見収入が多いように見えるんだけども、年収300万の人で言えば、あの、500万の貯金通帳を見せられたのと同じようなもんだから、そんなに、なんだろう。 その収入が安定して長く続いてるわけではないと思うんだよね。なんか最近急に調子良くなった。この2年ぐらい調子良くなったから残額9000万ぐらいなんじゃないかなとは思うんですけどね。まあまあまあ。でもまあ、あの、うん、子供いるんだし、シングルマザーでなんかね、ちょっと援助欲しいんだったら注意しながらだけども、ちょっとその話進めてもいいんではないかなと思います。